領域は、ウースターの市教区と隣接しており、今日のグロスタシャー、ウスターシャーに相当する領域に半島を有した。この国の名は、フイカ、または、ウィッカとも綴られ、発音もフーイスホーイッケウィッケと読み方が、特定できず不明瞭である。この子有名詞が元になったと思われる地名は、数箇所存在し、オックスフォードシャーのウィッチウッド、 ウォリックシャーのウィッチフォードなどがある。エンヘレとエンフリッドの兄弟によって7世紀後半に建国されたが、その建国には、マーシア、おそらくは強力なおであった、ペンダの助力があった可能性がある。王とされる人物はいるものの、統治のうち幾度は兄弟による共同統治が行われた。ウィチェの王族の概要は複雑である。マーシアの影響力があるものの初代王エンヘレは、 ノーサンブリアオの娘オスリスを目取っている。そしてオスリックという息子が生まれるが、別の資料では、エンヘレの妻とされるオスリスは、マーシアオ・エゼルバルドの妻とされ、このオスリックは、マーシアオ・エゼルバルドの近親者となっている。考えられる推測として、最初にエンヘレへと継いだオスリスは後にエゼルバルドの妻となったので、オスリックは、軽視という意味での、 近親者として扱われているのではないかという説明づけがなされている。またベーダ・ベネラビリスによると二大王、エインフリッドとその娘は、キリスト教に改修した人物であったという。自らローマ系キリスト教の修道士であり、ブリタンニア最伝道に力を入れた、グレゴリウス一世の業績をベーダは熟知していたと思われるが、このウィッチェの伝道の模様に関しては何も語っていない。 このことからおそらく、この改修はむしろケルト系キリスト教の働きによるものと推測されている。ウィッチェが位置するグレートブリテン島西部は、ローマ帝国統治時代以来のローマ的な体制が、東部より強く残存しており、ローマンブリトン人のキウィタス的な政治共同体が存続していた。これらの共同体は教会を中心に、キリスト教的信仰を維持しており、 オスリック王は、グロスターに、ミンスタ教会を建立して300ハイドの領地を与えている。ウィッチェは建国当初の7世紀末には独立国として、君主は、レックス・ヒューコルムの王号を有したが急速に、マーシアの影響を受け、最終的に、マーシアをエゼルバルド、オファの時代には、従属状態と変わらない形になっていった。8世紀には小王として、 レグルスプロプライジェンティスヒューイキーラムの語を名乗るに、過ぎなくなり、当世期末には、マーシア王国内の公となって、部族国家としての実態を喪失した。ありがとうございます。